犬若丸と。ルーマリーです。はい。ごめん、つか、か、うん、はい。いい感じに編集してください。Welcome to Duster in Masamari. I'm at Arayashiki Tou on Virtual Market 4. Today I'll show you a booth called Katsukari Force. With the owners, let's go.こんにちは、カツカレーホースの犬赤丸とルーモニーです。はい、今回私たちカツカレーホースは有志7人のカツカレーホースグッズを販売して、1つのワンフアバターを制作するためにブースを展示しました。今回のイチオシはこちらの7万ポリカレーになっております。こちら7万ポリゴン使ってありまして、お米一つ一つ、メッシュで作ってあり、かなりリアルなカツカレーになっています。おそらく 3D モデルでは一番クオリティが高いカツカレーなんじゃないかなと私は思っています。こちらカツカレーぬいぐるみですね。できる限りデフォルメをかけて可愛らしく、かつテクスチャーの表現を頑張って、かつのサクサク感が表現できるようにしてもらいました。私たちが苦労した点はブースのデザインと配置です。こちらの荒屋敷のワールドにうまく馴染むように色を合わせつつですね、見て回ってる人たちの目につきやすいようにグッズを配置しました。今回こちらのブース、期間限定販売になっておりまして、バーチャルマーケットまたは、後にあるクロスマーケットという、イベント中の限定販売になりますので、皆さんぜひ遊びに来ていただければと思います。では今回いろいろ7種類ほどのグッズが入ってるんですけれど、可愛いものからかっこいいもの、ゴリラまでいろいろ取り揃えていますので、ぜひぜひご覧になってください。の犬赤丸とルモニーでした。 Thank you for watching. See you next video. え、今回私たちは、7人の、作品集と、1つのメインアバターを制作するために、資金を集めるためにブースを、出展しています。あ、ごめんごめん。あのね、お金を集めてますって言おうと思ったけど、言葉を選べると思って、なんて言えばいいの。で、今回カツカレーフォースでワンオフアバターを依頼するための報酬を集めるためにカツカレーグッズを、もう一回行く。はい、今回私たちは、カツカレーフォースのワンオフアバターを、作るために資金を集めて、その売り上げでワンフアバターを作ってもらおうということで、カツカレーホース有志7人の作品集を、売って、ごめんなさい、本当ごめんなさい、もう一回お願いしていいですか。ダメだ、私言ったじゃないよ。自信なくなってきた。サインたら逸脱しないように。目を引くような配置を。ああ、なるほど。もううまいな、本当に。今回私たちが苦労した点は、こちらのブースのデザインと、配置です。ここ編集ポイントね。ちょっと待って。荒屋敷にうまく馴染みつつ、回ってる人たちの、目につきやすいように、グッズの配置するのに、苦労しました。どうよどうよ、出します。2回出すとネタかぶりになるからどうなの。ネタかぶり、まあでも、もう一回投資でいきますか。余裕ですよ、もう。どうぞ。あ、なるほど、ごめんね。はい。ごめん、あ、待って、あ、ごめん、私、小田村さんが行った後に最後私でカツカレーホースと
部門でした。逆です、逆です、みたいな感じで締めるのかと。逆ね、逆ね、はい、 OK です、 OK です。Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.